今日はね、ちょっとグレードアップして、ここはね、いつもの通り、長編みのまず丸を作って、ここ耳中をね、ちょっと色変えてみました。ちょっと YouTube で見ながらね、参考にしながらやって、ちょっとここはね、自分で考えて、このね、糸を使ってこうやって縫ってみました。だんだんね、グレードアップしてきたね。ちょっとね、楽しくなってきたから、いろいろね、工夫して、まだちょっと穴が開いてるとこあるね。こういう穴がね、ちょっとね、なくなればいいなと思うね。今日はね、2つトースターできました。トースターとか、猫たわしね。ちょっと今日はね、耳のところは上手に作れたし、ちょっとその縁取りもうまくいったかな。なんかね、いろいろ組み合わせるとね、いろんなのができて面白いね。この線はね、この針みたいなので、ただ縫うような感じでね、やったんだけど、裏がこんなの。裏は見せらんないね、これね。で、最後のこの糸の始末は、こう中に縫い込んじゃう。十分でだんだん上手になってくれば、いろんなのができるようになってくる。これね、昨日初めて作った作品、教わって初めて作ったやつでしょ。で、これ今日ね、作ったやつ。で、これ今日2個できたからね、縁取りしてみた、縁取り。これはちょっと耳のとこだけ色変えてみて、これはちょっと縁取りしてみてね。こんな感じでね、耳がさ、縁取りすると耳がはっきりするから、これもいいかなと思って。これも可愛いけどね、いろんなのができるようになってきたんで楽しいね。最初これしかできなかったんだけど、いろいろこう色もね、変えられるようになってきて、もっといろんなの作れるようになりたいなと思います。 YouTube もね、言ってることだんだん分かってきたね。最初は全然分かんなかったんだけど、早すぎるし、でもできるようになってくるとね、言ってる意味がね、だんだん分かるようになってくるね。猫がね、好きだから猫ばっかり作っちゃうね。今日の仕事しながらだったけど、2つ、もう昨日1日1個しかできなかったので、今日2つできたね。まだまだ商品にはならないけどね、まだちょっとね、改良の余地があるね。まだこうちょっと巣が空いちゃってるっていうか、だんだん巣が空かなくなってきたね。こう隙間がさ、できちゃう、だんだん隙間ができなくなって、うまくこう編めるようになってきたんで、ちょっとさ、気になるんだよね。こういう隙間、こういうとことか、こういうとこもね、なくなればいいなって、みっちり編めるようになるといいかなと思うね。このくらい編めてればいいんじゃないかなと思うけどね。機械じゃないからね。このくらい隙間がなければ、いいのかなと思うね。針の基礎のね、方を買ってきました。ところが、何の方だったの？鎖編みと細編みだけで編めるので、これをやってみたいと思います。作り目20、
ところはね、これね、朝ミッタンの首輪作ったんだけど、これからトラの首輪を作りたいと思います。まずこの顔を作って、で、鎖編みをします。猫のね、首の今ね、やってるのは、これはね、線路みたいなやつなんだけど、これは長編み目だね。長編み目、全部長編みで、1個開けて長編み、1つ目を開けて長編み、1つ目を開けて長編みっていう感じで、目を1つずつ開けながら長編みしてみます。そうすることによって、このボタンがどこにでもね、こうはめられる。今ブルーでね、トラのやつ編んでます。はい、首輪完成しました。チビ、トラ、ミッタね、上手じゃないけど、まあ色が分かればいいかな。ボタンがさ、ちょっと高かったから毛糸は安いけどね、こうボタンなくしちゃうとね、ちょっとね、悲しいかな。このボタンが結構高かったかな。これは100均のね、ボタンだけど、これはあの手芸屋さんでね、買ってきたいいボタンだから、やっぱ全然違うよね。ボタンが可愛いだけで全然見える。絶対可愛いと思うんだよね。これあの、こうちょっとあの毛糸だから、少しこう伸び縮みする、伸縮性がこうあるから、なんか木の枝とか柵とかに引っかかった時、伸びてちゃんと外れると思うからね、大丈夫かなと思います。本当はね、 T シャツやんの、あのゴムみたいなさ、毛糸があればよかったんだけど、なかったから、とりあえずこの毛糸の種類によってもさ、これあんまり伸びないのね、ほら、この素材によっても違うね。このやつだと伸びないけど、こっちのやつだと伸びる。ブルーの方のはよく伸びる。つるっとしてるね、毛糸のはよく伸びるね。